さて今日はですね、前置詞のこれ during です。during については期間の中で起こるというのがコアイメージになります。日本語ではね、何々の間ということで訳されますが、非常にシンプルですからしっかりとね、使い分けをしてください。その使い分けとは for と絡む使い方です。ではまずは during の基本的な例文を見てみましょう。期間の中で起こるということで、 I had a part-time job during the holidays, so now I'm rich. 休みの間にバイトしたからお金持ちなんだよというね、ことなんだけど、このパートタイムジョブのアートパートはね、離れてるからね、しっかりね、区別してください。その during については、やはりこのホリデーの特定の期間に焦点が入っているということなんです。何々の間ということ。ということで、この特定の期間っていうことを覚えて、for との使い分けを考えてみましょう。during と for について、for については for の、ね、動画を見てくれればまたね、鮮明に区別ができると思いますが、この during は特定の期間でしたね。そしてもう一つ例文を見てみましょう。 I had a part-time job for 3 weeks。 この for 3 weeks の3週間にバイトした。3週間という期間を表しますよね。3週間の間。ただし for はこの期間をどこの3週間かっていうところはわからないんです、継続した時間っていうのを表現するための前置詞ですから、だからかかった時間っていうのに焦点、そして特定できない期間っていうところが方では表されるということなんです。いいかな。だからまあかかった時間の方に焦点が入っているっていうこと。during については特定の期間ということです。いいかな。はい。ということで、during と for の使い分けでした。Alright, buddy. Talk to you later.